はい、それでは今回はハイラル東部救援戦行きたいと思います。で、パーティーは、リンクとゼルダちゃん、あとはリンクの武器なんだけどさ、見てくださいよマスターソード経験値 7%7%4% で、これ持つだけで18? 合ってる18% アップするようにしてます。しかもなんかいろいろこなしていくうちに、あの1個だけこのうち例えば 4% だけ低いじゃん。だから後々この 4% アップだけ外すっていうことができるようになったので、今つけれるだけつけときました。あとさ、これ見てほしい。この体験、攻撃速度 6% アッププラスプラスがついて、しかも、レベル1で43だって思ってたら、こっち51っていう。いや、強くなっちゃったね。初期状態で手に入るものがさ、なんか、これはレベル10で57だからね、マスターソードに関しては。あ、ちょ、待って、出撃しない。待って、食べてないって。結局、あの、料理両方とも経験値アップにしました。出撃しましょう。戻ってきました。そう、テーレって言ってんで、これ絶対シドと、あ、また忘れた、この前。ユンボなんで忘れちゃうんだろう。行ってきます。でもさ、シド王子に関しては、ミファーちゃんはさ、記憶あるわけじゃん、シドのこと。どうなるわけ？神獣が、薬剤ガノンの支柱に落ちる写し絵を見た一行は、救援がまだ間に合うと信じ、英傑たちの元へと急ぐ。大丈夫、間に合う。ハイラル東部で薬剤ガノンの復活に備えていた神獣バー・ルッタと神獣バー・ルーダニア、その周囲にはすでに魔物が押し寄せていた。神獣の中で待つミファーとダルケルを救うため、リンクたちは敵の中へと切り込んでいくのであった。頑張ろう。うん、大厄災。はい、おダルケルさん、あ、来るでしょう。は、違うわ何のカスガノンだったっけ。あ、ミファーちゃん槍持ってるわ。いや、これ初めて戦ったのがこいつだったな。炎か。うわー、もうダルケルさん、やばい、チェーンハンマー使いやがって。来るか。あ、なになに、かっこいい、かっこいい、やばい。どうせはしないぞ。え、シード、シド、ゾウラ族の王子。やばい、やっぱ記憶あるって素敵。俺と同じ力、おめえ一体。ユンボウ、ゴロン族の若者。いや、ユンボウもさ、なんかダルケルさんの幻影見たよね、ブレワイの時。ことは一刻を争います。ミファーとダルケルを救援しなくては。やばい、シドがなんか二度も襲わせはしないぞって。やばい、かっこよすぎてな、涙出たもうなんか戦う前から涙出ちゃったんだけど、やばいって。うん、ルッタの雨なら溶岩を冷やせるかもしれません。わかった。あれ、もうリンクへ溜まってるんだけど、ちょっと待って。はい、やばい、かっこいいシド、シロー、使おう。もったいないから。ミファーちゃんを救う。もうミファーちゃんちょっと欠けてんな。うい、ドッポッポッ。よし、もう経験値稼ぎと思ってめちゃくちゃ倒してやりますよ。はい。まあ最悪ね、動画ではカットすりゃいいから、ちょっと雑魚狩りするわ、雑魚狩り。申し訳ない、経験値の足しにさせてくれ。クロボゴブリンたちを。やばいな。でもユンボウと本当、ユンボウ、なんかやっぱ、やっぱそ、ボボジでってなんで。おお、なんか、みんな、助けに来た未来の人、過去じゃない、未来の人たちって、
会話から察するに、やっぱなんか知ってんだよな事態を。だからブレワイってなんかリンクと会ったことある、会った後の話っぽいよね。お前はみたいなこと言ってたりとか。そうだった、ミファーちゃんを助けなきゃいけないんだから早く行かなきゃ早く行かなきゃ、稼ぎながら早く行きます。え、溜まってるからちょっといい具合で、いっぱいいるもんね、いい具合でここら辺で使いましょう。まあ引っ込めん。よし、で真ん中の出てきた。くっくっ、おい、これよ、奪ってサイドにドーン差し上げます。ハンマープレゼント、はい、スマッシュ。やっぱね、リンクは1体、まあ、まとめられる時もあるけど、割とピンポイントのスマッシュだからね。これは違うか。で、こっち。違う？あ、いいんだよね。向かえばいいから、どんどん進みましょう。ゾラ隊長。ああ、来てくれたのか。これは心強いゾラ。はい、ゾラゾラ。お、この沼は厄災の影響でしょうか。このままではルッタにも近づけませんね。うわ、気持ち悪いドロドロだ。取り除く方法があるかもしれません。周りを調べてみましょう。なんか変な沼みたいのあったよね、ブレワイでも。それとは違うか。あ、ルッタもう目の前にいるじゃん。怨念の沼を消す方法を探せ。どこに行けばいいの？どっからどう行けばいいの？わわわわわ、いっぱいいた、いっぱいいた。こっちか。こっちに進んで敵のアジトとかあるけど、なんか違う方行ってる？私違う方行ってるかな。これでも待ってよ、いるんじゃねえか。いたー、そんな気がした。 Y A じゃないです、 Y です。やったー。え、溜まってなかったわ。で、開けて、なんだこれ。あ、馬車が点灯してるんだ。ただどこに行けばいいかわからないんだ、僕は。ごめんな。ちょっとわかんねえんだよ。どっから向かうんだよ、これ。上に行かなきゃいけないのかな。まずは、この坂を上に上がってさ。でいいかな。あ！あっちもある！見えるとこにいるんだ。うおお、敵いっぱいいた。ルーダニア。はい、はい。これでいい。これでいいか？ん？ファイヤーウィズローブを倒せばいいかな？じゃあこいつやって、はいはい、スマートに倒していきましょう。はい、どんどんスマッシュ。スマートスマッシュ。差し上げます。ちなみにゼルダちゃんをこっちに移動させるはできないのか？選択できないわ。え？ゼルダちゃんどこにいるの？ゼルダちゃん指示できないんだけど。あ、できたか？うん。まあでも指示したところでリンクが先ついちゃうからあんまり関係ないけど。やっぱあっちの下の方は今は行けなかったってことなんだな。うん。じゃあ、これでやって。もう基本的に黒ばっかりになっちゃったな。強い敵ばっかりだね。押して爆弾でやっちゃえ。お、完璧かよ。全然カットしようと思ったけど、カットしなくて、いい感じで倒せちゃってる。あ、目がある。はい。ダメ？ダメ？あ、倒した。オッケー、消えた。で、ちょっとだけ、一個だけ。うん。できたね。あの目のようなものを壊せば沼は消えるようです。他にもどこかにあるはず。うん、ブレワイと同じ感じだ。目を倒せば、みたいな。箱はね、壊した方がいい。もうリンゴがないから。常にリンゴ枯渇してるから。やっぱなんか、リンゴ回復アイテムがどうのこうのっていうスキルあるんだけどさ、やっぱ優先順位低くしてたんだけど、確かに欲しくなるね。あ、ジャンプ、ここから下行けばいいんだ。あれ？ B。おう、いっぱいだ。ドロロロロン。で、
あ、箱あったような気がしたけど、なくなった。で、あ、こっち行くと戻るの？じゃあこっち行きます。あ、上にもある。どうすればいいんだあれは。なんかあれはただのオブジェか。コログいるんじゃないかとか思っちゃうけど。あ、ゾーラちゃん来たよ。感謝は感謝はあるかな。ないようである。こっち行きたいような気がするんだけど、違うのか。違うな、道が違うな。ん？下行けたぞ。これ来たことないところかな。あ、来たことないとこっぽい。指示できない。わわわわわ、ちょ、やま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 。指示できないのって風に乗るとかは手動でやらなきゃいけないってことなのかな。かもしれないね。あ、目は閉じちゃってる。くー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 。だがだが、いろ忙しかった。A でやっちゃおい。どんな状況だって私は諦めない。頑張って頑張って。私も今ちょっとやっと見つけたからさ。ごめんよみんな、見つけたんだやっと道を。はい、削れ削れ。よし、スマッシュ、まとめろ。二人まとめられるか。ダメか。あ、いけた。あ、いけてない。くっそが、くっそ、もうちょっとだったのに。来いよ。お、ナイス、刺し殺しちゃおうと。ポップにひどいことを言うリンクね。で、目を倒すか。目目目、よし。おれいおれいおれい、まだ倒れないってか。うわー、渋てえこいつ。やっとだぜ。まあ、剣でも切れたかもしれない。わざわざ弓でやる必要はなかったかもしれない。まだ？まだなんか、え？まだかい？ゼルちゃんそっちはいけるか？ゼルちゃんの方か？いや、いけない？マジっすか。このまま進めばいい感じだな。リンゴゲット、リンゴゲット。お、もうなんかお花のとこじゃん。いけるっしょ、リンクだったらここ登れるっしょ、ちょっと。ブレワイのリンクだったら登れるでしょ。ん？向きが、ん？あれ、いけないな。いけないな。ちょっとゼルちゃんに変えて、あ、もう開いてた、もう開いてた。じゃあ、ゼルダちゃんで向かおう。ゼルダちゃんも、なんか X のコンボの方が多いんだよ。 YXXX まで多分ね、 X が3回まで押せるんですよ基本的に。なので YYX で XX、 めっちゃ投げるじゃん、すんごー。Y で XX、 これは、うわ、なんかお姫様みたい。アナと雪の女王のなんか階段作りながらお城作るとこみたい。はい、か、めっちゃ投げちゃいますよ。あーい、しかもこの爆弾すらも投げれるからね。めっちゃすごくない？めっちゃ爆弾できるじゃん。これって、うおー、はいはいはい。YXX。おーおー、なんかすごいすごいすごい機械。トロッコ乗ってる、トロッコ。めっちゃ面白いの見れたじゃん。はいはいはい。ゼルナちゃんの操作も結構久しぶりかもしれん。カンカン、はい、ドーン、ふぅ、あともうちょっと吹き飛んで、これで吹き飛べ。これでゲージめちゃくちゃ削ってからの、おお、倒した。で、目はどこだ。あ、目はもっと奥か。
こんなとこに構ってる暇じゃなかったのね。暇はなかったのである。そしてここく炎のライネル閉じちゃってるか、戦わないとか。やばいぞミファーちゃん、結構やばい。燃えなさい。で、A も溜まってると。はい、カンカンカン、コーン。あ、削れたな。よし。爆弾で、一丁上がり。ドン。ゼルダちゃんはちなみに、レベル40ですね。お、爆弾。よし、いけいけ、操作をやめることもできるから、自分で戦うこともできるか。で、A ボタン。写真、パシャ。なかなかいいショット撮ってくれるんだよね、ゼルダちゃん。でもちょっと今のライネルは微妙だったかな。おー、トロッコ操作せい。で、あーちゃーん。間に合んかった。調子こいたトロッコ。はい、ダッシュ。楽しいなー。結構強化した後に見るとさ、見たことないみたいなの結構あるから。よし。吹き飛べい。じゃあもう一回やっとこう。どうせ持ってるし。はい、はい、はい。X! これやっちゃうな、タイミング的に。あ、でも、削れるからいいでしょう。はい、ドーン。専用見たい。ゼルちゃんの専用見たいよ。結構削って、うん。はい。あ、これか。はい、ふいふいふい。そろそろ大丈夫かな。ラッシュ。いけ。で、まだ足りないか。ちょうどいいぐらいになってる。ちょうどいいぐらいになってる。よし。あ、ちょうどいいんじゃない？ちょうどいいよ。倒せる。専用で倒せる。いけ。お、めっちゃ爆弾で。よしよしよし、あったー。トロッコ発射した。投げる。あ、やばい。そんなことやってる場合じゃなかった。マジで。マジで。ミファちゃんが死ぬ。ミファちゃんが死ぬ。え、リンク近くにいる？ねえ、リンク近くにいるよね。頼むよ。どこにいる？よしよしよし、近くにいた。早く、ホップで。この子の力で、クリテ以外の人でも、ルッタに入れるようになったようです。でも、絶対ミファちゃんは、リンクに助けに来てほしいはずだから。よし。突入。やばい。早く。ミファちゃん死ぬ。ちょ、水飲もう。これは、はぁはぁ言っても仕方がない。水のカースガノン。強い。姉さん、無茶は。おお、待っていたぞ。やっぱり待ってたぞっていう時点で知ってんだよね、リンクのことを。助けに来たよ。助けに来たぜ、ミファちゃん。もう任せなさい。もうないんだから、 HP がないんだから。離れていてくれ、頼む。君だったのか、リンク。最高だぞ。やっぱり知っている俺のことを。いや、かっこいい。いや、なんかもう感慨深いわ。何すればいいの、そんでもって。さ。もう止めるか。うん、止めて。いや、シドでかっ。ミファーちゃんとシドやっぱ、それはなんだ、遺伝的に全然違うわ。おうふ。おきさき様を見てないからわからないけど、おきさき様小さめだったんだろうな。ゾフフフフフ、ジャブブだけ、ゾフフだけ。クジラだからな、お父さんは。そりゃでかくなりますよっていうね、感じだけど。ちょっとマジでミファーちゃん死なないでくれ。ここで死んだらやばいからな。はい、はい。カスガノンはでも結構耐久がね、強いから。スマッシュ！上からね、来るぞ、気をつけろって感じで。ただ、リンクは死なないっしょって思っているので、それなんだ。見えない。引いて。うん。コリ。おし、間に合った。カンと。カン。
ますます惚れちまうよ、ミファちゃんは私のこと。惚れていいんだぜ、ふう。弟の前だけど。でも弟シナもね、ミファちゃんがリンクのことを好きだったっていうのは知ってたもんね、きっと。あの服くれた、作ってくれてた時から、フィアンセに作ると言われている。おーい。おーい。おーい。なんか青くなるんだよな。うわわわ、移動するってことは、くぐ、調子乗った。おい。で、ドゥ。あちゃー、それまずいですよ。ミファちゃんほぼ死んでないです。ミファちゃんほぼ死んでないですか。助けに来た時点でミファちゃんは知らないとかいう、そういうのはあるんですかね。それで助かった、それだと助かるんですけれども、爆弾もちょっと、はい、削って、最後まではいけなかったか。あ、スマッシュいけた。カースガノンに専用いけてないから、まあ、専用があるか分かんないけど、ちょっと決めたいよね。前回いけてなかったよね確か。専用やりたい、専用やりたい。ミファーちゃん離れて、ミファーちゃん本当に糸ぐらいしかないよ、これマジで怖い、マジで怖い。リンクとか、リンクが死ぬとかじゃない、本当に。頼む、間に合ってくれ。専用見たよりじゃないな、ミファーちゃんが死なないでほしい、そっちだな。はい、爆弾も使っちゃえ。あー、そっちだったか。くー、うわわわわ、めちゃくちゃムチ打ってくるな。はい、ダメか。あー、倒しちゃう、仕方ない。ミファーちゃんの命には帰られん。信じてたよリンク、きっと来てくれるって。姉さんを助けることができた。しかも君と、うん、ちょっと待って、今のは読みたい。ゾッゾッゾ、姉さんを助けることができた。しかも君と共にまた戦えるなんて最高だ。やっぱり共に戦えるなんてなんだもんな。うん、助けに行かないと。うわ、めちゃくちゃ氷まみれになってるな、ここ。消耗しているだろう。姉さんは待っていてくれ、俺が助けに出るぞ。ちゃんと腕を手グーにしてるから今、ゾッって